お、気がついたな。俺は三枚書の礎だ。よろしく。無理に話さなくていい。ん？ここか？ここは弁天病院だ。高野さんの奥さんから通報があってね。中に入ったら君と女の子が倒れていたんで、ここに運び込んだんだ。千夏ちゃん。ああ。あの女の子もかなり重傷だけど無事だよ。命に別状はないそうだ。なんだ？みんな死んでる。どうなってんの？何をしているの？
私の過去、呪われた過去、洗い流してちょうだい。おっと、これはすまねえ。つい大きな声を出しちまった。俺っちゃ怪しいもんじゃねえ。しがない新聞記者さ。新聞記者？郷本渉だ。よろしくな。さてと、もうちっと取材すっかな。取材？お嬢ちゃんもわかるだろう。この状況はただごとじゃねえ。噂以上だぜ。じゃあな。俺はね、どうも高野さんが怪しいと睨んでるんだ。おじさんが？そうさ、あの家にも黄色い血痕があっただろ。ここにも黄色い血を流す化け物がいて、その上高野さんは行方不明だ。行方不明？そんな。これは研究所に行ってみる必要がありそうだな。高野さん、あそこの所長だよな。よし、そうと分かればこんなところはさっさと逃げよう。俺が先に行く。君は後から来るんだ。いただきだ。
てめえ、こんなところで何してやがる。もうおしまいだわ。みんな死ぬのよ。そしてそして永遠にさまよう。表をうろついてる化け物、あれはなんだ。答えたくねえか。答えねえならここでてめえを殺す。不調室にファイルがある。そこに答えがあるはずよ。もう終わりだ。まさかあの男がこんな真似を。おい、うん、娘、お前が私の代わりにあの化け物どもに食われろ。食われている間に私が逃げるんだ。そうだ、それがいい。狂ってやがる。さあ早く食われろ。小心者が調子に乗るなよ。お前が食われろ。HU599 金についての極秘事項。随分と面白そうなタイトルだな。なるほどね。金にやられたやつが化け物の正体か。最近は既成脳を構成し、既存脳はその機能を停止。ってことは、化け物の弱点は既成脳とやらなんだな。どれ、早速試してみるか。探し物かしら？
おしまい。もう生きる望みなんてないのよ。今死んだら歩く死体になっちゃう。私もさまよう。永遠に生きて。願い、死なないで。もう終わりだ。まさかあの男がこんな真似を。あの、うん、娘、お前が私の代わりにあの化け物どもに食われろ。食われている間に私が逃げるんだ。そうだ、それがいい。狂ってる。さあ早く食われろ。許せない。誰？誰でもいいことだわ、あなたにとっては。でも助けてくれてありがとう。助けた？勝手に死なれたら困るからよ。え？どうやらな、研究所に秘密があるみてえだ。この病院の隣にあるんだけどよ。研究所？ああ、薬品の研究を主にやってんだけどな。俺っちは研究所に行くぜ。お嬢ちゃんも来るかい？そうか。じゃあお嬢ちゃんも元気でな。こんなところで死ぬんじゃないぞ。そんな、開かないわ。よし、早く逃げよう。でも鍵が。仕方ないな。Oh.
。